皆さん、これで今回ねまたまたフォートナイトやっていくんですけど、久しぶりにアスレチックマップをやっていきたいと思います。そして今回のアスレチックマップはなんか不思議な名前で、何もしなくても勝てるらしいんですよ。 What? Like 変じゃねそれ。ね、本当に変だよねそれ。ってことでね、それをちょっと確かめていきたいと思いまして、はい、どうぞ。こちら卵とバナナでございます。おー、こういうのいいね。ありがとうありがとう。おーうまそう。ちょっと皆さん見てくださいよ、皆さん。オムレツ、これベーコンも入ってるんです。そしてバナナ。おぉ。このアスレマップさん、何もしなくても勝てるんだったら、これ食べながらでも勝てるんじゃないかと思ってね、検証していきたいと思います。この動画が良ければね、高評価、コメント、チャンネル登録、アイテムショップの右下から、良ければクリエイターサポートよろしくお願いします。レベル1、W を押して進んでる方向を見ろ。それだけ？それだけ？本当に？じゃあ、皆さん、行きます。あ、でも W を押さないといけないんだ。食べながら、はい。てててん。うん、うん、あ、やばい。うん。うん。できてないやん、できてないやん、マップ。ダメですね。パラパパー。美味しいね。ここだ。おっと？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 レベル1クリア。レベル2、レベル1と全く同じ。じゃあ今度はちょっとオムレツから一口食べてみますか。やーだ。いってきまーす。あ、こっちだよ。うお、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 そしてレベル3、皆さん、これ本当に全部できるかもしれない。レベル3、レベル1と2より少ないじゃん。W を押すだけ。いきますよ。いきます。僕もうちょっと食べよう。美味しいわ、これ。タラーン、タッタラーン、タラーン。ああ、やばい。え？おーおーおー、なんか今自動でジャンプしたよね。おら！失敗してるぞ！あれ？これ死ねないの？失敗したのに僕ちょっとレベル4まで来ちゃったんだけど、まあ、お許しください。皆さん、このアスレマップ面白くね？もうだって皆さん行きますよ。このように、順、歩け。こんな感じでね、アスレマップはクリアで、面白すぎだろ、これ。もうアスレマップって聞いたら結構難しいって思うと思うんですけど、これめちゃくちゃ簡単やん。まあ、いや、レベル4。おお、今回は W を押して真ん中に立ってろ。そして、打つのを忘れるなって何を打たなきゃいけないんだ。おっ、おわ！オッケー、わかったと思う、わかったと思う。オッケー、これはちょっと集中しないといけないんだな。多分ね、これを打つんだよ。おい！え、おお！ういやレベル5、インポルスフロー。なんだこれ？ここ、あれ？うわ！あ、通れないなんてどういうことだ、これは。あー、いきます。うぅー！アンド、うぅー！皆さん、これね、はっきり言って多分、今までやってきたアスレマップで一番難しいアスレマップな気がする。うおーい、すいません、僕下手すぎるー。はい。ここで、おっぱっぱらぷらたぷってー。おっぱっぱらーぷらたぷってー。つぶてみたー。ほー。そしてもう一回、ほー。あぶねー。そして最後、あそこゴールじゃね？お前がこんな早くゴールつくなんて、僕は嬉しい。やったー。あー、こういうアスレマップを。あー、待って待って、あー、お、レベル6。ただ、動いてる方向を見ろ。じゃあ、いきますよ。準備はいいっすか？いきます。レッツゴー！レッツゴー！オッケー。僕はこれでご飯食ってます。いい景色だよ、ここ。めっちゃ。今回はちょっと見とこう。へい、動いてる方向を見つめろ、見つめろってか見とけって言われたんで、動いてる方向見とこう。ちょっとそこでご飯食べてるのはね、ちょっと舐めすぎたかな。あぶね。よし、はい、いいよ。んー、おい、そしてここ通って、いいよバナナ、いいよバナナ、かっこいいよ。おい、オッケー。
グライダーを高…あグライダーを高い位置で開けて W を押すだけ。オッケー説明する暇がなかった。オーマイゴー、待って、このグライダーのレベル本当に難しい。やばい、世界一難しいと思う、これ。これで、うっそー。パラッパーラッタラッタティン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 うん、こんなに細かいジャンプするなんて。うおーい、え、すべては勢いでやれ、すべては勢いが必要。ああ、なるほど。あ、僕こういうのこれ苦手かも。おい、あの、おい、これは食べれないぞ。これやりながら、ま、食べれるかも食べれなかった行くぞ、食べるぞ。ほっはっはっ、ぼっ、ノーうん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 、僕画面見てないよ。おい、さて、お、もう少しだぞ。なんかトランポリンないぞ、トランポリン。あれ、え、なんだこれ。オッケー、はい、おお、おお、オッケー、これなら食べれる、これなら食べれる。うん、うまい。これもすげえな、なんか。オッケー、そしてこれでゴールかな。ゴール。 W を押して進んでる方向を見なさい。なんかこの同じ指示多くない？ただ W を押して見て動いてる方向を見ろ。 OK! おお OK! なんだこれ、うすげえ。またはい、おい、これでなんか方向変わるのかな。方向変わるのはちょっと気をつけないと。変わる変わってないやん。あ、わわ、なんか僕無限のループにはまってる気がするんですけど、こっちだ。皆さん、バナナを落としたのはお許しくださいませ。これでクリア、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 ヘイ、クリア、クリア、クリア、ヘイ。パッ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 。ちょっとね、これ何レベルあるのかわからないんで、ちょっと食べ物は終わらしとこうかな。ごちそうさまでした、美味しかったです。お前、ゴー、待って、気づかなかった、レベル10なんか指示が長いぞ。おお、なるほど。まあ最初はここ降りて W を押しながら行って、4つ目のバンサーの後に右か左を選べ。なんだこれ、ちょっとお前怖いぞ。行くぞ。ラッターラッター。ご飯食べ終わったからにはもう失敗するわけにはいかない。はい、1個目、2個目、届かなくね。おい、届かない。ちょっとこのレベル難しいかもしれないぞ皆さん。これで、はい、方向を変える。わっ、ブロー、スピードブーストの方向を変えて、バンサー。ここでも方向を変えて後ろ向きに行って、はいはい、ほう、あ、 S を押して W を押す、違う、はい、ここでバンサーに当たった瞬間方向を変えろ。ナイス、これは届いたろ。1、2、3つ目ですよ。4つ目の、おおお、ロ、届け届け、ナイス、4つ目だとこっち。 OK、 え、おお、ここゴール。お前、ゴール、待って、真ん中めっちゃ入ってみたかったんだけど、あそこ何があったんだろうね、あそこ。レベル11、ジャンプジャンプジャンプ、2分のスピードジャンプを楽しめ、だって。行くぞ、パッパッパーン、はっ、あ、あ、自動でやってくれないの。僕自動でやってくれるのかと思った。ほっほっほっ、あ、これが2分間続くの。お前、ゴール、これちょっとめんどくさそうだぞ。マジで2分間続くの。ちょっと食べ物残しとけばよかったあ、まあ誰かに頼むのもいいけど、誰が食べ物を作ってくれ、僕のために。マジでこれが2分間続くの。ちょっと待って、僕水、あー、待って、あーし、あー、ぶね、もう死にかけた。あー、方向が、あぶね、ほ、また方向変わる、あぶねまあこれが2分間続くのも悪くないっすね、別に。はい、お、なんだこれ、これは何もない。あ、あ、ここ落ちたら死ぬんだな、なるほど。でもジャンプしなくていいじゃん別に。 OK、 ここ最後だろ絶対に。全く分かんないけど、カモン。おー、最後の変化、ここはまだかい、まだあんの。ちょっとマップメーカー、地味なレベル作りすぎだろこれおー、そして最後になんかバウンスバウンス、そして割れ目に、オッケー、入った。レベル12、ゲストスキンアンドツイート。え？このスキンを当てて、この人にツイート送れ、だって。なんか黒いルカリオに見えるんだけど、何これ？
これ分かる人コメント欄で教えてください。フォートナイトのスキンかな？だよね、絶対そうだよね。なんかまあ皆さん知ってる方はね、ぜひコメント欄で教えてくれて、ここツイートしたい方はどうぞツイートしてみてください。まあ結構面白いデスランだったんじゃないですか皆さん動かなくても勝てるデスラン。まあ皆さん見てくれて本当にねありがとうございます。今回ちょっとねこのめちゃくちゃ不思議なデスランやってみたんですけど、面白ければ高評価コメントチャンネル登録、そしてねアイテムショップの右下からクリエイターサポートよろしくお願いします。この動画の高評価2000いってみましょう。ちょっといってみよう。それでは 3, 2, and 1 Hey! ほっ